こと山、または、芝山は、台湾南部の高雄市南西の浜海に臨んで位置する山の一つで、高雄市の海の自然の障壁である。その地質は隆起した、サンゴ礁の石灰岩に属し、天然の洞穴が非常に多い。山の上にこと山公園、龍泉寺、仙光寺、宝光寺、玄光寺、中列祠、動物園などの観光名所がある。 その中の琴吹山公園では、山頂にて、高尾港の眺望や西湖湾に沈む夕日、高尾市の夜景を鑑賞することができる。琴吹山は、高尾市民にとり行いと休息、登山、自然観察、人文活動などに欠かせない行き先となっている。琴吹山の南には、日本時代に、すぐに開発された琴吹山公園、動物園があり、 毎年30万人の観光客を引きつける。琴吹山の北方地区は長期の軍事管制のため独特の生態系が保存され、台湾ザルはさらに琴吹山の代表的野生動物である。1989年から軍が次第に管制の範囲を解除したため、高雄市政府は1998年に賛同をしき、こと山はさらに市民にとって休日の登山。 レジャーなどに人気のある場所となった。ことぶき山の自然林は高尾市の都市の灰と呼ばれている。1923年に皇太子が誕生日をこの山で過ごしたことにちなんで、それまでの名称である高尾山から現行の名称であることぶき山へ解消した。ありがとうございます。